ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国とロシアの海軍の艦艇が沖縄本島と宮古島の間を通過。防衛省統合幕僚幹部は中国、ロシア両国の海軍の艦艇合わせて11隻が昨日沖縄本島と宮古島の間を北上し太平洋から東シナ海に向けて航行したと発表しました。中国とロシアの艦艇が同時に 沖縄本島と宮古島の間を通過するのを確認したのは今回が初めてですなお領海への侵入はありませんでしたこの中ロの連携なんですがこれなんか合同パトロールだみたいなこと言ってるようですねそうですねあの実態は日本海で共同演習をして、はい、そのまま解散せずにぐるりと、えー、日本を取り囲むように こうこうしててて見せつけてるっていうパターンだと思うんです、ね、ただまあこう去年の2月24日にロシアがウクライナの侵略をしたその日にですね、はい、日本の政府の安全保障の担当者とたまたま電話で話した時の言葉なんですがこれからはロシアが尖閣諸島や台湾海峡で何か起きた時にこれまでは中国がどう出るかっていうことだけ考えていればよかった。 ところがこれからはロシアが中国とどう一緒に動くかも、えー、考えなきゃいけない時代になるだろうって言ってたんですね。でまさに今今回の中国とロシアの、えー、共同演習や共同パトロールは、はい、ー何かがあって例えば日米間首脳会談があるから牽制しているとかではなくて<ー>年間 スケジュールに組んでこれからもずっとやっていくんだと思うんですよね。も、はい、もう彼らもまさに定例化して、はい、ということなので、えー、単発の動きではないよねというふうに思います。去年のね9月も共同で確かあの津軽海峡を通っていったとありましたよね。はいはいはい、でこれについて、うんあの 政府の中でどう分析しているかと言いますと、はいえー、例えば日本とアメリカのように一緒に有事にこうまさに情報まで完全に出し合って<ー>さらにはこう分業して、はい、え一緒にこう戦うという<ー>そういうもう完全にこうハイブリッドっていうか一緒になって戦うという。 のが一番すごい緊密な協力とすれば、うもう片方はそれぞれが独立した軍で、はい、一緒に、まあ、それぞれ自分の犬を連れて散歩してる人が同じコースを歩くみたいなですね。うそういうようなレベルのものまで、はい、ピンから切れまであると思うんですよ。で、この中国とロシアが今やってることは、そのまさに一番緩い、緩い、実はでかい国なので、我々は脅威を受けますけど、はい その本当には信頼しきっていないので、うんうん、完全に情報を共有したりあの、手の内を出し合って、完全な共同作戦を、えー、一緒にこう一体化してやるような、うんはい、そういう動きはではないと。<ー>とするとこう、やっぱり一緒に散歩パトロールみたいなのをやってですね、うんえー、脅してるんだと思いますね。<ー>あの見せつけてる。 うん、俺もいるんだぞ。いるんだぞと。ただ、その本当に日本とアメリカのように信頼して同盟として全て手の内を出し合って戦う軍隊になろうというものとは違うと思います。はい、将来的にはどうですか？あの、中国とロシアは将来的に、えー まあこのまま緊密さは増していくと思うんですが、どこかで天井にぶつかると思いますね、それはやはりその中国もロシアもお互いを脅威だと思ってるからですよね、国境も長く接してますし、ロシアから見ると、もう人口で10倍、GDP でももう5倍以上ですかね、その中国がどんどん大きくなって。 この北極極東からアジアの海まで全部支配することをロシアの利益だとは思ってないと思いますね。で中央アジアも今中国がどんどん進出してて、はい、で中国から見ると昔中国の,あの高官が、えー、もう20年ぐらい前に行ってましたが、はい、やっぱり最大の中国にとっての脅威は潜在脅威はアメリカではなくて海の向こうにあるアメリカよりも、うん 本当に本質的なところでは国境を支援しているロシアだと,お<ー>ということを一番ロシアと中国が蜜月に入ったときに、はい、高官が言ってたんですね。うでそ本当かなと思ったんですけどそれは今も変わってないと思うんですよね。年ぐらい前ってい前とううちょうどねあのー 国境の紛争もね、紛争が確定した頃です確定した頃ですね。たまたま食事をする機会があった時に、何が一番脅威なんですかって聞いたんですよね。そしたら、いや、アメリカという国は、なんだかんないっても、王道を行く国だと。王道。だ今、王道を正面からある意味では挑戦してるわけですね、中国に。王道を行くと。でも、ロシアという国は国境を接してて、 ガラリと変わるので、<ー>その脅威という、潜在的な脅威ということなんですが、ガラリと変わるので、ある意味では、あの英語で言うと、アンサータニティ。非常にこう、深くて、不確,不確実な、この、脅威感というものは、やはりロシアだと。<ー>変わってないと思うんですよね。地形が変わらない以上 <laughs> まさにこのプルゴジンみたいな人が出てきて、チャブダイ返しが起きかねないような。 そうするとプーチン政権に思いっきりコミットしている習近平政権としてはやはり来年どうなってるかとかですねそういうことは気になると思うんですよね。ということを考えますと今回の共同演習パトロールはあの完全に彼らが同盟に行くというものではなくて協力は深まっていくんですがどこかで天井にぶつかるのかなということも踏まえながら等身大で。 はい、えまあ過剰反応もせずかといって油断もしないで付き合っ,付き合って警戒していくのがいいんじゃないかと。なるほどいやちょうどこのタイミングだというところで後ほ、まあ、あど指示をまたいだところで取り上げますが、はい、台湾の来成徳副総統がちょうどこうパラグアイからアメリカを訪れているタイミングここで C 行動を見せたのかと思ったんですが、はい、そういうようなこう偶発的なものはないあの例えば1週間前後の 変更という意味でそこにぶつけてやれっていうのは、うん、あ,あったかもしれませんがはっきり言ってその台湾の,その動きがあろうとなかろうとうん、うん、もうやっていくってことだと思いますね。なるほどえもちろんこの微調整で一番効果的な時にやるという意味では1週間とか2週間程度の修正はあったかもしれませんがと予定してたんだと思います、うん、ニュース、七時またぎ続いてまいります。 さあ、先ほどもう少し話に出ました、台湾の副総統の、まあ、アメリカ入りというところで、まあ、あ中ロのこの今回の航行に関しては、それと何か連動したという、それにあからさまにぶつけたというよりは、もともと準備をしてたと。これやっぱああいう軍事演習っていうのは相当準備まで時間かかるものですから、ね、やはりあの 普段別のところに貼り付けている人たちを引っぺがして演習させるわけですからそれはその分その空白も生まれてそれを埋めなきゃいけませんから他の部隊がですねなので1年ぐらい前からその綿密に計画をしているケースが多いと思いますね年間計画でただもちろんいざとなったら急に動員してやることは不可能ではないですが今回のはもう年間でこの 年間というかあらかじめも計画していたでしょうしこれからもすでに計画済みのものが実行されていくんだと思います、ねね、さあそしてこの台湾の情勢についてなんですが、まあ、来年の1月にはもう総統選が行われるとでその総統選の、まあ、与党の候補として来世特使が副総統今。 あポジションにいてで、まあ、アメリカを経由してパラグアイに行きましたけれどもここで誰に会うんだっていうのが結構注目されてましたけど今回おとなしかったですね。あアメやはりその来政徳士要す民進党の総統候補としても、はいえー、ブッシュ政権時代の陳水兵、はいえー、民進党総統の時には。 の失敗を繰り返さないということを肝に銘じていることが明らかになってきたと思います。当時の、あの、民、陳水兵総統、はい、部首政権当時ですね。えー、私はその時ワシントンにいたんですけど、えー、やはりこう独立志向が強くて、この、このままだと台湾の が原因で米中戦争になってしまうというぐらい緊迫した時期がありましてその結果、そのブッシュ政権と当時の胡錦、えー、党政権がもう秘密裏に話し合って、えー、お互いに戦争を防ぐために台湾を、えー、抑えなきゃいけないというような合意暗黙の了解までできてしまった<ー>そういうようなことは自殺行為なので今度の民進党、えー 民進党の来政徳、はいえー、総統候補もうん、うん、え独立をあからさまに目指すんじゃなくて今の蔡英文政権と似たような、はいえー、安全運転にを試みる、うん、に努めるというようなことが今回のアメリカでの行動からも、はいえー、分かってきたんではないかと思います。<ー> あのやっぱり現状維持ということ、はい、これ、蔡英文さんも、再三再言ってますもんねそうですね、やはり現状維持というのが、一番アメリカから見ても受け入れてもらいやすいし、台湾から見ても、世論調査では、独立を目指してほしいと思っている人よりも、現状維持が一番いいと思っている人のが圧倒的に多いわけですから。うんまあ、そういうい みんなから見て、みんなというのはこう日米、その他西側諸国から見て、えー、結構いい路線に、えー、向かってるんではないかと、今度の民進党の候補もですね、えー、という気がしますうん、まあ、これ、ね、独立とかを言い出す,い出すと、台湾の側が現状変更しようとしてるじゃないかと、はい、中国側がいろいろ手を出すきっかけになるわけですか。あのそうですね中国側はあの、うん 独立志向に向かっ独立するというようなことが明るさ挟まりになれば、確実に、えー、軍事介入を考えると思うんですね。それはもう公言してますので、従、はい、って、この台湾の目指すべき、目指すであろう賢い路線は、もうずっと独立はしません。んでも、統一も今のままでは無理だと言い続けて、 30年とか40年とか、ですね、はい、もうずっとこう民主党政、民主主義政権なんで、うんこれはあ,のこうこうある意味では、えー、社会的には安定がしやすいと思うんですよね、強権国会より。で、これで50年ぐらい引っ張ったときに、はい、共産党体制がどうなってるかって言えば、お<ー>ひょっとすると北京の,の北京の方ですね、揺らいでくるかもしれない。 というのが台湾の戦略だと思います。要するに体制間競争で、はいえー、50年とか60年、今の状態を続けて、逆に言えば共産党体制がいずれ揺らぐときまで時間を稼ぐという戦略なんじゃないでしょうかね。なるほど、はいえー。ニュース7時またぎ、まああ、アメリカ、中国、ロシアというところを取り上げました。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです日米韓でホットライン専用回線を開設へ NSC アメリカ国家安全保障会議のキャンベルインド太平洋調整官はワシントン近郊の大統領山荘キャンプ・デイビッドで18日に開く日米韓首脳会談で 緊急時に参加国の首脳や政府高官が直接連絡を取り合うホットライン専用回線の設置を発表すると明らかにしました。 えーまあ、この話題についてはあ、読売新聞と、それからあ日本経済新聞が、あ東京の最終版、えー、一面トップ、この日米間首脳会談で書いているというところ。そして先ほど情報が入りましたが、えー、岸田総理はアメリカワシントン郊外のアンドルズ空軍基地に政府専用機で到着をしたと。 こういうことが入ってきてきおります、まあ、いよいよというところですがもうこの中身についてというのもね一言で言えば、はいえー、これまでも日米韓は首脳が何かの国際会議のついでにあってはなんか合意をするっていうようなことをやってきたんですが、はい、今度からはわざわざ初めから計画してこのために会談を開いて。 やっていくという定例化ということが決まりましたし、決まるでしょうし、はい、さらには、このもう制度化していくということですかね。この行き当たりばったりではなくて、はい、制度として日米間がもう離れることができないぐらいですね。あの、固定化して協力を進めていくと。それが象徴的なのが、えー、ホットライン。三国間のホットラインをもう設けてしまうとかですね。あの、後ずさりしないような制度、 設計をしていくやっぱこれはそのねよく言われるムン・ジェイン政権からユン・ソンニョル政権に変わってだいぶ変わったと、はい、この <laughs> じゃあ逆だと起こりえるだろうみたいなところが念頭にあるわけですかまずあの今回の日米韓のニュースが起きる最大の原因は、はい、まあ理由は日韓が 改善したともう日米米韓はずっと、えー、緊密にやってたわけですから、はい、日韓関係の改善がまさに今回のニュースであると。じゃあなんで、えー、それが起きたかというと歴史問題が解決して仲良くなったからではなくて、はいえー、そうではなくてそ,その問題があっても協力せざるを得ない状況に日韓がなった。でこれははある意味で国、えー、国と国の 指導者は仲良くなったから協力するんじゃなくて協力しなきゃいけない共通の脅威が出てきたときにえ仲が悪くても手を組むっていうのがパターンだと思うんですね第二次世界大戦の前のスターリンとルーズベルトえソ連とアメリカは別に仲良くなったから組んだんじゃなくてナチスドイツに戦うためにえ手を組みましたし1 9 0 0年 1971年にニクソン大統領と当時の毛沢東中国主席が手を組んだのも、はい、え水と油の関係でですすすがソ連に対抗するためでるですねで今日米韓日韓も含めて手を組んでいるのは、えー、名目的には、まあ、当面は北朝鮮の脅威がありますが一番大きいのは 三国にで結束しなければ、中国がもたらすさまざまな挑戦に対応できないという、うん、中国の台頭を受けて、日韓が接近しているということだとだ思いますうーんその中国の向き合い方なんですが、まあ、韓国って、まあ、それこそ政権によってもこう変わるところもあるしで、かなりビジネスも突っ込んでますよね、中国に対して。はいはい その辺って、その温度差みたいなものっていうのが、日米と比べるとあるんじゃないですかあのもちろんありますね、もし、あの脅威感やあの対外、安全保障感が一緒になっちゃったら、一つの国になってしまうので、あ<ー>あの韓国はあくまでも中国と地続きにつながってますから、えー、つながってるわけですね。はい、北朝鮮の後ろには中国が 支えてるわけですから、ええ、そういう背中に刀を突きつけられた地理にある韓国と海で隔てられた日本では一緒に対中、中国に対する見方が一緒になりようはないと思うんですね。ただ それでもその水と油ほどの違いではなくて富士山で言えば7合目と6合目とかですねそれぐらいの差に縮まってきてるとは思うんですよね。したがってその差が縮まってきたから今回の中国も睨んだ日米韓の協力というものが生まれてきたという意味ではかなり変わってきたなと。これは我々ががったんじゃなくて中国側が やはりその軍事拡大とか、さまざまな外交、強硬な外交とかを進めたことで、はい、この習近平政権になって、えー、そういった状況を中国が招いているというのが本質的なところだと思います。う でまあ、今回の、ね、この首脳会談、まあ、定例化であるとか、あと今日読売が一面で報じているのは、経済安全保障に関してで、供給網情報の共有とか、かなりジャンル的にも多岐に渡りますねそうですねあの、そういう意味では、経済安全保障、さらにはこの首脳間のホットラインとか、軍事演習を定例化していくとか、<ー>かなり制度設計 された、えー、三か国協力ととといいううものに踏み出したということだ、と思いますで、まあ、あの韓国は、まあ、大統領変代わって、まあ、まだそんなに時間も経ってないので、まあ、ここで固めようということだと思すが一方でアメリカはその先ほどもお話、ね、日本総では朝6時から番組やってますので秋田さんからもありましたけど11月ごろからもう大統領選が本格化するんだった。あの ここまでの話は、はいえー、まさに日米間が、うんえー、共同設計で共通の家を建ててですね、はい、協力してやっていきましょうっていう話なんですが、うんえー、これは、これで完全に終わる話ではなくて、うん、あの、最大の敵は、最大の脅威は、選挙だと思いますね。選挙。まずは来年韓国で総選挙がありまして、はい で、今すでに国会は、韓国の野党が、えー、確か過半数を持ってますよね。はい、共に民、えー、共に民主党。で、その韓国の、えー、要するに、ある意味で、韓国の半分の有権者は、野党を支持しているとすれば、えー、その野党は、この日韓協力について、 非常に革新的なな人たちなので、うんえー、日本との協力に対して批判的なわけですね。うん、で、その半分をこう抑え込んで、えー、今のユン政権がこの路線を取っているでさらには来年の11月には、ひょっとするとトランプ大統領が、前大統領がまた当選するかもしれない、はい、そうしますと、えー、彼の考えはバイデン政権とは全然違った同盟感なわけですね。うん、したがってこのの選挙を乗り切れるかかどううというのが 今回3カ国で設計して、共同設計して建てた共通の家が、この選挙という津波に、津波が来ることはもうわかっているので、選挙という津波に耐えられるかどうかというのが、今後3年間ぐらい見た上では大きな 焦点だと思いますまあ逆に言えばそれに耐えられるようにしなきゃいけないというところから逆算してこういう制度設計をしているんだと思います、はい、ああこのジャンル的に多岐にわたるっていうのも、はいはい、もうちょっと崩れても全部が崩れるようなことはないですように、ねはい、リセットできないぐらいにもう立てちゃえっていうかですね、はい、うそういう意味が濃いんではないかと思いますねうーん まあこれに関しても、ねまあ、当然だから中国はいや俺たち相手にしてやってるよなといろいろメッセージも出してきてるし選挙ってことになるといろんな工作とか中国から見ると、はいえー、やはりこう韓国までが、えー、日米がこうもう尖閣問題もありますし、はい、日米が組むのは まあ、しょうがないって言いますかね。不愉快だけれども、まあ、想定していると思うんですよね。米軍基地が日本にもありますし、はい、ただ韓国は、あくまでも米韓同盟は北朝鮮対応というふうに中国はと止めたい。そこで止めたいのが、えこの米韓同盟が対中同盟にえ拡大していくのは、全然違った話になってくるので、避けたいわけですが、それが今回の、え、ー 日米韓の結束で、はいえー、その動きが始まる、でそうなりますと、えー、中国はさまざ、あ、まな、あ、早い話が圧力を、はい、韓国により強めていくというふうに思いまおのサードミサイルの配備の時も、はい、韓国の、まあ、企業に対しても、その中国内での韓国企業の、ね、活動とかも制限したりとか、いいろろやりましたよ、ね、あの、うん、まさに鶏と卵の話なんですが、えー 韓国はいまだに中国から事実上の制裁をその頃からまだ受けてるわけですね。経済制裁を。はい、あの、その時に発動したいろんなこの経済制裁が事実上続いてるものもたくさんあって、で、韓国の専門家に聞くと、<ー>だから韓国の対,対中世論が悪くなってる。その結果、中国ってやっぱりあの危ないよねと思って、韓国世論がそうなる中で、 韓国が日米に傾斜していくというものが生まれてて。で中国がそれをこう、また圧力をかけると、うんうん、そこにその循環が強まると。逆回転して。はい、ということもあると思います。うん、続いて、教えてニュースキーワードです。安倍派が常任幹事会を新設。 自民党最大派閥の安倍派、政和政策研究会は昨日、党本部で総会を開き、新たな意思決定機関として常任幹事会を設け、会長代理を務める塩野谷隆元文部科学大臣が取りまとめ役となる新体制を決めました。派閥トップの会長は引き続き空席とし、当面は集団指導体制にするということです。100人の王女隊であります。 えー、ここのトップ安倍さんが今、座、まあ、されなくなったその後をどうするっていうのは未だに決まらないと、はいまあ、今起きていることを、はい、企業に例えれば<ー>創業経営者創業したオーナー経営者が君臨してきたオーナー会社、はい、大企業がオーナーが急になくなっちゃって。 うん、でその下にはみんなどんぐりの性比べの重役がしかいなかった後継者が決まってなかったそうなった時にどうするんだという状況に近いですよね。うん、でそうなると大体は内紛が起きるか、はい、まあその派閥で分かれて <laughs> 派閥争いになってそれを乗り切った企業は2代目、はい、2> 3代目という形で、うん、今に至るさまざまな大企業の形を成していくわけですが、うん、結構 そこ内紛の結果、バラバラになっちゃうというケースも多いと思うんですね。<ー>で、安倍派の場合は、そういう危機リスクを今、抱えているというふうに言えると思います今回もね、ここに至るまでに、その会長代理は塩谷隆さんと、それからもう一方、うん、下村博文さん、えー、この2人がいらっしゃって。 ででまあ、さらに派閥のもうすでに議員は引退されてますけれども森喜朗さんも発言力もあると森さんあたりはその安倍さんの一周忌までには会長を決めなきゃだめだよというのをしきりにおっっししゃってましたよねねそうです、ね、今回は、えー、新聞にも出てますけれども、はい、その森元首相の意向を受けた、うんえー、形に。 なって、えー、事実をえー、決着したと。はい。えー、いうことで座長を設けて、その下に五人衆と呼ばれる、はい。えー、人たちですね。えー、の<が>官房長官とか、有、はい、田政調会長、はい、西村経産大臣、はい。えー、高木国大委員長、はい、それから参院の瀬耕弘茂ですね。幹事長と。えー、従って、えー、明らかに、えー、そうなりますと、下村、 白分、えー、会長代理は外されてしまうのでう、えー、やはり周囲にも不満を漏らしているという報道もありますから、はい、ちょっとそこが、えー、気になる火種だと思いますーうーんこの体制で落ち着くかというところででもやっぱり不満の残る人もいる あの、私、かつて政治部の記者として現場を取材していた時期がありまして、はい、その時には、あの、橋本政権と、小渕政権と、森政権、はい 小泉政権の時代だったんですねで私があの自民党を担当していた時に担当していたのが、はい、まさに今の安倍派と同じ最大派閥だったんですね。はい、でそれはオプチ派と呼ばれていましたが、はいえー、田中角栄氏の、えー、作った形成会の系譜を踏む最大派閥でした。 本当にこの大派閥の結束を維持するのはこんなに大変なんだというぐらいしょっちゅうしょっちゅう結束結束ということを言ってですね会合したり食事会開いたりもうしょっちゅう,あのもうケアしてましたね形成会でね形成権というと一致団結箱弁当箱弁当っていうのがこうそういう言葉も持ち出してですねところが小渕さんが残念なことに急性されていなくなっちゃってでまさにその今の 今回の安倍さんと同じような形でトップが急に、うんえー、不在になったと。はい、その後どうなったかというと、やはりこう中で野、うん、中元幹事長を中心とするグループと、はい、それ以外のグループの青木さんですかね。<あ>青木幹夫さん、青木幹さん、元官房長官。うん、サのドン。はい。それまではもう本当に仲が良いというかですね、緊密だったのが、やっぱり日々が入っていって、えー、求心力が、うんあ こう分裂と言いますか、求心力がえ落ちていくというようなことがありますんで、かつてのえ安倍派の前身のえグループも似たようなことがありましたね。三つず派から分裂した従って、もうパターンなんですよね。なるほど。それを乗り切れるかどうかですね、は。い さて、一つ速報が入ってきました。ニューヨークからの共同通信ですが、経営再建中の中国不動産大手、中国恒大集団は17日、アメリカの裁判所に外国企業の破産手続きを調整する連邦破産法15条の適用を申請したとのことです。え複数のアメリカメディアが伝えているというところなんですが、まあ、あのー、カントリーガーデンというね、最大手もこれ、 かなり危ういんじゃないかということがここのところ言われてましたが、まあ、それよりも前から経営危機がささやかれていたエバーグランデ、えー、この中国恒大が、えー、連邦破産法の適用申請ということになってきましたよく言われるように、はい、1000バブル後90年代の日本、うんはい、日本病に近いような。 え形に近づいてるという見方がありますが、はい、それをなんか印象付けるような、出来事ですよねこれ相当、この不動産バブルの崩壊というのは、深刻なんですか、ね、あのまず、資産を持っている人たちが、資産が目減りしますし、うんはい、かといって、その、十分もう住宅価格は高くなっていて、それが下がるので、うん、下がるとはいえ、 この今20%の若者は失業しているという統計もありますね。はい、もう統計発表しなくなっちゃうそうですけれども、えーね、20%の若者の失業っていうのはすごい数で、うん、そうするとこの不動産バブルの崩壊と20%の失業を合わせた時に、はいえー、非常にこの若者の間で、えー、より痛みが増していくという。 こと,ともしくはその、えー、結婚して家を持っている、えー、若者 と中高年ぐららいいの間ののの間人たちの資産のめべりととうこともありますから、うん、あ結構大変だと思うんですよね。おいや確かに不動産バブル崩壊と、まあ、ある意味のこう、就職氷河期的な世代ができてしまうっていうのは、はい、まあ、90年代の日本と同じような感じはあります、ね。で、日本との圧倒的な違いは、はい、日本は民主主義国家ですから、えー、そういうことになれば、 選挙で負けて政権が交代すると、うん、ういうことになるわけですね、はい、ところは共産党体制は選挙がありませんで、えー、えどうなるのかなとうでいうことを心配になりますよねうそうした不満の受け皿みたいなものが存在しない、はい、かつて共産党の幹部が、はい、あの言っていた取材の時に言っていたんですけれども、えー、え日本は羨ましいと<お>えなぜならば失敗しても政権 選挙に負けて、ゲアすればいいだけだから。うん、ところが、我々はゲアできない。うそうすると、本当にこの、落ちて、落ちることができない、平行棒平均台、ですかね。一本のこの、平、平均台の上をずっと歩いているような、緊張と恐怖。平均台なのか、ものすごく高い系の上を。<laughs> そうですね。 歩いてて、どっちに転んでも落ちちゃ。もうゲアできないわけなので、うそういう緊張の中でやってるんですよって言ってましたね。<ー>で、それはまさに今、より、その現実味が増してるのかなっていうか、ええ、本当に大変だと思いますね。さあ、そして、えー、そんな中あ、続いてのゾーンは、ここだけニュース、スクープアップであります。この時間も最後のニュースを、スクープアップ インドは中国、日本を抜くのか。モディ首相が今後5年での飛躍的な経済発展を宣言。 インドのモディ首相は15日、独立76周年記念日の演説で、今後5年でインドの経済力は世界3位以内に入ると保証すると述べ、目標として掲げる2047年、独立100周年までの先進国入りに自信を示しました。世界銀行によりますと、インドの GDP 国内総生産は現在世界第5位、3位は日本であります。 まあ中国の経済的な曲がり角なのかという話題の後は、インド、こちらはなんか景気いいんですかあの、7月下旬に、ニューデリーにえー会議がありまして、それに参加するために出張したついでに、インドのいろんな当局者とか、専門家に取材をする機会がありました。で、強く感じたのは、インドは、も,もはやですね、え、ー グローバルサウスっていう言葉がありますよね。あ,<ー>あの、新興国と途上国、まあ要するに西側諸国以外のほとんどの国々、はい、これのリーダーは自分だというふうにまず強い意識を持っている。えー、従いまして、これを束ねる、えー、名手であって、はい、それは中国ではなくて自分たちだということを皆、えー、強く感じている。印象あの、強い、そういう自信を持っているという。 第一印象でした街中にあの、はい、モディ首相と G20 のロゴをあしらった看板が立ってましてそれは9月に、はいえー、彼らが主催する G20 サミットを宣伝してるんですね。はい、でそこでまさに G7 も来ますし中国さらにロシアプーチン大統領は来ない可能性が高いと思いますが。 そういった国々も集めて、彼ら、モディ首相は、西側もグローバルサウスも集めて、食料やエネルギー問題を話し合う。うそして解決策を示すことで、まあ、まさにグローバルサウスのリーダーであると同時に、はい、世界の中心であるという姿をアピールすると。 というシナリオを描いてると思いますあ。これ日本からインドを見ると、まあ世界最大の民主主義国家だと。はい、価値観を同じくしてるんじゃないかと。で、クワットを。 というね、つながりもあって、まあ、こっちの方に来てくれるんじゃないかなと思うんですけど、インド自身はどう思ってるんですかインドは本当に、あの、まさに、ゼロっていう数字を発明したのはインドなわけですが、<ー>えー、このゼロの特徴は、すべての数字は1億だろうと、1兆だろうとかけると全部ゼロになっちゃうってうことで、はい、ある意味で、数字の中心。 センターってことですよねゼロってことはですからインドもそういう発想から自分が世界の中心であるという風うに多分 思ってるかもしれないですね。そのクワッドの話が出ましたが、はいえー、我々から見るとクワッドは日本とアメリカ、オーストラリア、インドしかないんですが、インドはもう一個のクワッドがありまして、<ー>それはイスラエルと UAE、アラブ首長国連邦、はい、そしてアメリカのインド。I2U2、うん、と頭文字を取って言ってて、<ー>インドは誰に聞いてもですね、はいはい、2>, 2個のクワッドを持ってると。 インドの立場にから見るとインド太平洋のクワッドとさら、はい、にはこのえ中東さらに大西洋を越えてアメリカまでを包含する第二クワッドがあってインドを中心としてみると東のクワッドと西のクワッドがあるわけです,かそうですね<ー>で人によってはその西のクワッドの方がより重要だと言っているインドの えー、幹部もいます。へぇ<ー>広いですからね、地理的に。ああ、なるほど。えー、大西洋まで含めて。はい。射程が広い,、はい。射程が広いんで。で、しかも中東産油国も入ってると。入ってますから。イスダエルというハイテク国家も入ってる。うん わけですねで両方同じぐらい持ってるっていうのがインドの視点だと思います。はあそうやって何ですかバランスを取るみたいなことを重視するんですかはいインドはもう過去イギリスの植民地になってム<ー>ガール帝国が崩壊してイギリスの植民地になりまして、はい、したがって大国と組むっていうことはリスクが高いということを身に染みて、はいえー、分かってるのであくまでも自分が 強くなって、うん、誰にも頼らないで国を守れるとえさらにはありとあらゆるオプションを持っているということが大事だというのがもう DNA として染み付いている国家だとも強く感じます、えー、なるほど、はい、どっちか一方にベッドするみたいなことはありえない、ね、ありえないと思いますね<ー>だから今でもロシアとも友好関係を保ちながら、はい、日本アメリカオーストラリアとも仲良くしてうんさらに中東 を,を包含したあの第二クワッドも持ってるっててるいうあと、はあ、<laughs> ことですね G7 にああやって、まあ、アウトリーチとして来てくれたからああ、はい、こっち側だみたいなのはあまりにナイブですさらにあの、はい、中,中国と国境紛争をしていますけれども、はい、その中国が加盟するブリックスと、はい、上海協力機構にもインドは正式メンバーとして一緒に入ってますからそうか、えー、もう中国とも連携の枠組みに入ってるんですよ。 複雑。もう本当に複雑 <laughs> なるほど、ね。えー、スクープアップインドについてお話をいただきました。さあ、今週この時間は交通安全について特集でお届けしています。最終日の今朝のテーマは、最近急拡大している EDR、イベントデータレコーダーについてご紹介します。<い> EDR、イベントデータレコーダー。知ってますか 知らないです。知らないです。これはですね、エアバッグなどが作動するような事故が起きたときに、うん、自動車のアクセルとブレーキがどう操作されたかを詳細に記録するという装置なんですよね。<ー>これはですね、去年の7月以降、新型車には搭載が義務化されています。うん、で普段はこの装置作動しないんですが、事故が起きたときに数秒間にこう遡って記録をするものなんですよね、うんで。記録するデータの内容なんですけれども、あのドライブレコーダーとは違って 動画や音声ではないんです、うんえ。衝突の直前から衝突した間の車両のデータを数値として記録しています。アクセルやブレーキをどのように踏んだのか、うん、事故の時の運転者の状況がわかるということなんですよね。うん、なので、まあ飛行機でいうところのそのフライトデータレコーダーみたいなものですよね。ああ、なるほど。エンジンの出力数であるとか、はい、アクセルの踏み具合であるとか、その時の時速であるとか、うんうん、そういうこう数値データが記録。 そうなんです。でこの EDR が注目されるきっかけになったのが、2019年に東京池袋で母子2人が亡くなった暴走事故ですね。はいえー、当初、加害者がブレーキが効かなくなったと無罪を主張していましたが、うん、検察側が提出した EDR の解析結果で、アクセルペダルを踏み続けていたことが判明しました、えー。事故原因はブレーキの故障ではなくて、運転手がブレーキとアクセルを踏み間違えたことが、 によって証明されたということなんですね。なるほど。E D R 国内の普及率現在5割ほどと言われているんですけれども、うん、これから例えばその自動運転の実用化が進んでいきますと、その事故原因事故があったときにその原因がシステムの誤作動なのか、うん、運転手のミスなのかを見極める際にも大事な役割を果たすことが期待されますね。なるほどね。まあ,あこういうこうデータ解析とかで自動運転の時代になると。 ますます重要になってくるますね。そうですね。まあもう自動車は、うん、あのもはやハイテクの塊っていうことになってくると思いますかね。以上夏の交通安全特集最終日の今朝は EDR イベントデータレコーダーについて取り上げました。